特許微生物委託センターの佐藤と申します。私からの微生物の長期保存法、一般微生物の短子金ということでお話しさせていただきます。うん、まずはじめにですね、あの微生物の形質を変えることなく生存させる長期保存技術は、発酵技術の利活用のための基盤技術の一つであります。一般的には、 あの、凍結乾燥法や L 乾燥法のような乾燥保存法と、えー、超低温フリーザーや液体窒素を使用した、えー、凍結保存法がありまして、えー、これらによって多くの微生物の長期保存が可能です。えー、この講座では、これらの長期保存法の概要について紹介するとともに、えー、と特許庁委託事業としてナイトで開発したあ長期保存があ困難な探知の一部の微生物に有効な凍結保存法、バミキュライト法についても紹介させていただきます。 えまずこの図でですね、あの、凍結保存法と仮想保存法というものを、まあ、3つの尺度、あの、3段階の尺度で比較、うん、させていただけております。えっ、ー、とこ、一番左にありますような、この、えー、長期保存性については、まあ、これら、どれもやはり優れている。 で、えーと、一方、次にですね、適用化の微生物種類で言いますと、どれも優れてるんですけども、こ,うこの比較に、えー、の中では、ちょっとあのか中にはですね、乾燥保存法では難しいけども、凍結保存法はできるというものが、えー、ございますので、えー、このようなあの評価になってさせている。 で、えーと、操作の簡便性につきましても、乾燥法を行うには、あの真空乾燥機ですとか、あのこのアンプルを洋風するときの技術、装置等が必要ですので、まあ、そういうものが必要じゃない、えー、凍結保存法が少し簡便であるという特徴があります。 で、一方ですね、えっ、ー、と、一度アンプルサンプルを作ってしまうと、今度はこの取り扱いやすさという点では、この乾燥サンプルの方がですね、いろんな意味で優位性があります。そして、ランニングコストですとか、保管スペースの分でも、あいうような観点からも、 乾燥保存の方が優れているというふうに考えて良いと思います。このように、それ、これ、このそれぞれの方法はどれも非常に優れた方法で、目的に応じて使い分けていただければと考えます。で、ここから乾燥保存法についてもう少し詳しくお話しさせていただきます。 乾燥保存法は、この概要としましては、ここに書きましたように、細胞内の水分の大部分を占める水、自由水を乾燥させて、代謝機能の場である液槽を除いて、生命活動を停止させ、休止状態にさせて、えと、この長期生存を図るというものです。凍結乾燥法が一度凍結させて消化による乾燥であるのに対し、L 乾燥法は液槽からの蒸発による乾燥という違いはございます。 で、特徴としましては、やはり、あの、先ほども申したその頑強さと申しますか、その、えっ、ー、と、こう、いろんな事故等でインフラが止まってもですね、あの、凍結では保存できないものでも、アンプルだったら、あの、これを保存できる、あの、活かすことができるというところが非常に長所と考えられます。また、えー、後ほどもう少しお話しさせていただきますが、加速試験という方法で、その長期保存性を予測できるということも長所となります。 これらの方法に使われている保護剤としましては、凍結乾燥法では一般的に10%スクミミルクと1%グルタミン酸ナトリウムが使用されます。で、L 乾燥法の方は次のページで、このページでご紹介します。例えばですね、この左の、左上の SM1 というものだけちょっと紹介させていただきますけれども、一般的な細菌や放射菌で使われているもので、素性をグルタミン酸ナトリウム、アルドニートール、 ルシステイン酸というところで、あとはリン酸バッファという形の組成となっております。グルタミン酸ナトリウムはこの、えーと、この微生物を酸素や乾燥から守る働きがあり、生産率も向上させ、アリトにトるやシステインは乾燥処理や乾燥中に起こるゲノムの変異を抑制する効果がございます。 他のものに関しましては、それぞれ皆様お使いになるものをのに参考にしていただければ良いかと思います。続きまして、えー、このエルカンのアンプの作成について簡単にご紹介させていただきます。 こちらに、あの、図で示した通りなんですけども、まず最初に、大体、えっ、ー、と、斜面倍置、こちらではですね、微病死体2本分ぐらいの、あのー、筋体を準備しまして、それをエーゼまあ発見時でかけ集めまして、全、えー、ページの保護媒置、5ミリリットルほどに、えー、検索いたします。それをフィェット等で、えっ、ー、と、0.1ミリリットル、こちらの B にあるよ、A、B にあるようなガラスアンプルに分注して、分注後、余分な、あのー、この面線を切って、この面線も押し込むと。 というふうにしまして、NBRC ではさらにこの洋風がしやすいように、この押し込んだ面線のだいたい2、3センチ上のあたりをですね、引き伸ばし、それを真空乾燥機に取り付けて減圧を行います。だいたい3時間ほど減圧を行、行いまして、その十分な減圧を行った後に、この B にありますような、えっと、バーナーで洋風を行います。 で、洋風を行ったアンプルは一晩4度 C の保管後に起きた後、放電をこの真空漏れ検出器というものを用いてチェックして真空度をチェックします。これ図3の良い例なんですけども、放電の色がこういう薄い青色からまあ紫色というものが出ていれば、あの、ちゃんと真空度が、十分な真空度が保たれてるいる状況というものになって、形になっています。保管は5度 C で行います。 でそして、えっと、次に、えっと、このがアンプルのですね、復元法。こちらの PDF で、えー、NBRC が出ているものをご,ご存知の方も多いかと思うんですけども、簡単にこうお見せしますと、例えばこのできてるその表品ですね。こういうああのアンプルカッター等で半周ほど傷をつけませて、えー、傷をつけせて、それであの消毒をして、えー、ちょっとこのようにガーゼを被せ、それで、えー、傷を外側にして折ってやります。 でそうすると、このように、えーあのー、割れますので、それを面積を取って、それで複水液を入れて少し置いてから、あ検討すると。で、検討液、近検討液を、その、ご自分のこの,あの培養したい環境に接種していただくという復元法になります。 はい。こちらでですね、次にあの、加速試験による生産、あの、技術の予測についてもう少しだけお話しさせていただきます。え、加速試験というのは、あの、サンプルをですね、過酷な条件に合う、あえておくことでですね、その、この長期保存性を予測するという試験ですが、あの、微生物に使われているのはもちろんこと、この工業製品等のですね、この寿命等の予測等にも使われているものです。ここではですね、この、 えと59株の,あの細菌を、えー、ある時期に、えー、同一時期に作成して、この2つの方法で、えー、とこの保管タートにそのあの、このログ CFU、この数値になっているんですけども、それで、えー、比較するという,う実験をあの、検証をしております。えー、そこに検証としては、えー、37度週に2週間置くという過酷な加速試験条件と、実際に20年、約20年、今年に置くという条件です。 これをこの右側のドットプロットに置きますと、このように高い、えー、ほぼ直線の相関関係が得られることがわかります。つまり、エレガンス法で保存した微生物の20年後の成菌数は、あのー、37度し2週間処理した後の成菌数を調べることで予測することができます。このように、これもやっぱりあの乾燥保存法の有意な点かと思います。えー、続きまして、 あの、今度は凍結保存法について、えー、ご説明させていただきます。えー、概要としましては、えっ、ー、と、この、まずですね、細胞の水分を、この、えーと、凍結保護剤やですね、凍結の速度によって適切に調整した上で、えー、凍結して、細胞の代謝活動を停止させて、長期の生存を図る方法です。まあ、温度は皆様お持ちの、まあ、 ディープフリーザーをお持ちの方が多いと思うので、マイナス80度もお持ちの方は液体窒素ということもあるかと思います。やはり特徴としましては、保存性に優れていることかと思います。補助としましては、まあ、一番一般的なものが10%、1十から15%ぐらいのグリセロル、または5から10%ぐらいのディメチルスルコキシトを用いることかと思います。ここで、でこの図でですね、簡単にこの まあご存知な方が多いかと思いますが、一般的な細菌の保存法について概要を説明させていただきます。このように必要なものを準備してですね、えー、と斜面培地2本分のまたサンプルを準備いたしまして、それをそ,そこにですね、そ,のそれを書き取ってですね、書き取る。そして、それでえー、と保護培地。大体ここでは12から15%ぐらいのグリセロールを含む液体培地5ミリリットルに検索して、えー、と保護用の、今度はですね、凍結保存用のチューブに今度、 0.5から1ミリずつ程度、えっ、ー、と、分注していきます。この時に、グリセロロ液の代わりにディム層を使っても可能です。ただ、ディム層は、ちょっと生育を抑制することも知られていますので、復元の際にですね、あの、遠心等を行って、一度、その、洗いをかけた方が、良い結果が得られるので、おすすめです。 で,で、そのように、えー、分、と分注したサンプルは、この箱の中に入れて、えー、凍結を行います。で、箱の中に、そ,そのまま、この箱に入れて、えー、ディープフィーザーに入れてしまえば、この青い曲,曲線のように落ちて、だいたい行きます。だいたい1分間に2度ぐらいのスピードで落ちていきます。で、お持ちの方は、あこういう簡易凍結層のようなものを使えば、あの、皆さんご存知のように、だいたい1分間に1度ぐらいで落ちてきますし、こ発泡スロル、 に入れてですね。あの、この、蓋を閉めて、これを入れてあげてもですね。これ、あのロ、ロガで一回、あの、調べてみますと、この、あの、大体、1分間に1度ぐらいで、あの、に近い、このような曲線で下がっていますので、これはあくまで目安として考えていただきたいんですけどただ、まあ、このような形で、凍結していただいても結構かと思います。で、保存は、あの、マイナス8十度か一体窒素でしていただくと。 で、復元に関しましては、質、ま、量、あ、等で、あのこの誘拐していただいて、えー、とまたこの媒地に、えー、投資していただくという形になります。次に、試乗菌の方の、あのー、この凍結保存法をご紹介します。試乗菌の場合は、ちょっとあの先ほどのバクテリア等とは違って、今度はストローと、このプレートからストローを使って凍結を行うんですけども、まあ、どんなふうにやるかといすと、ここにこう、 オートクレームメッキにしたこのストローをですね、観天倍調とこうあの打,ち打ち抜いて、えー、それでですね、この打ち抜いたものをですね、観天ディスクをここの元々あの10%クリスルを入った凍結チューブに2個から5個を入れてあげる。 こ,とでえー、とこの菌体を入れてありますで。そうしまして、凍結を、えー、と大体、あのーまあ、5度 C ぐらいの低温に30分から1昼夜ほど置いて、えーと、ディープフリーザーに入れてあげると。あのー、凍結法は全ページで、えー、ご紹介したように、えー、そのまんまでもいいですし、えー、いろいろ使っていただいても良いかと思います。 現時はあのウォーターバス等で、まあ、30歳ぐらいで3分から5分ほど急速誘拐を行ってそれからあのリスクを取り出して斜面培地や平板培地に接種するこのような方法です、うん、続きましてあの凍結保存が難しい市場金の,あの凍結保存法についてもご紹介させていただきます、えー とですね。先ほどの方法で、まあ、多くの市場菌が保存できるんですけども、まあ、胞子を作らないものですとか、あと、端子菌の一部のものとかですね。ですと、ちょっとその、先ほどの方法では難しいものがありまして、こういうものは、この、ここに紹介します方法で、うまくいく場合があります。えっ、ー、と、たと、この方法はですね、その、バーミクライトという皆様、その、あの、ホームセンター等でお聞き及びがあるよう、そういうものをですね、培養資材という。 して使って、こういう凍結チューブの中に、この,あのバーミキュライトを入れて、ここに培地を染み込ませてやってですね。そ,うそれで菌を摂取してやる。そうこの中で培養を行って。 十分菌が蔓延したところで凍結保護剤。あの、私どもはこの、えっ、ー、と、リムスを5%、トレハローズ10%という濃度になるように添加することで、良い条件をあ、良い結果を得ましたので、その条件でやっておりますが、そうすることで、えっ、ー、とあ、そうした後、凍結を行い、保管を、液体窒素で保管を行います。 私たちの結果では、まあ、少なくとも1年間はですね、ここの、あのここにありますような12株のこのリスク法ではできなかったりとかできても、この不安定なものに対して有効なあのこの生産性を確認できておりますので、まあ、このようなものをお使いの方がいらっしゃいましたら、ご検討いただいてもよいかと思います。 最後にですね、えー、とこ本日の,あのこの,あの講義はメールマガジンのここにありますホームページのところの保存法というところから 多くは取らせておりますので、文できちんと読みたいという方はこちらを。また動画がございますので、こちらはさらにいろんな操作が動画でご覧になりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。あと、えっと、きちんと、あの、時間の関係と原理等あの、までは全てあのお話しできませんので、えっと、このような書籍、というご興味のある方は、このような書籍を見ていただくのが良いかと思います。はい。えっと、以上で私からの発表を終わらせていただきます。